皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日は結構毎回恒例のバッグの中身紹介をしていきたいと思います。はい、ということで今回は、ピューロランドに行く日のバッグの中身紹介なんですけれども、今回のテーマはクロミちゃんです。イエーイイエーイ。ということで、今回島村さんとのコラボで、サンリオさんとのコラボで発売させていただいているものを全身身にまとっております。ちょっとね、こちらのクロミちゃんカチューシャはピューロランドで買ったものなんですけど、それ以外は島村さんのワンピースも、これね、タグ取り外しできるんですよ、ピンになってるので。だから取り外してバッグにつけたりとか、もしそういうサンリオのテーマパークに行かない日とかだったら、これを取り外すと普通のワンピースになったりするので、お仕事に行く時とかは取り外していただいてもいいですし、っていうことで、こうサンリオに行く日とかピューロランドに行く日とか、まあ、休日だけではなくって平日でも楽しめるようなデザインを考えたので、ぜひぜひ皆さんもご予約いただければと思います。でね、私黒着ることってあんまりなくて、まあ、ピンクとか赤とか割とこう明るめの服とかが好きなんですけど、でも黒もね実は好きなんですよ。なんかあんまりこうピンクと黒があったら絶対ピンクを選んではしまうんですけど、でもなんか黒い服を持ってないっていうわけじゃないし、クロミちゃんといえばやっぱり黒とか、まあ、グレーとか紫とか青とか、ちょっとこうゴスロリチックな感じだと思うんですけど、ちょっとね今回は可愛いゴスロリっていう感じで、バッグの中身紹介をしていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでピューロランドに行く日なので結構大荷物ではあるんで、今回出させていただいたバッグを総出で持っていきたいなと思っておりまして、まずねポシェット、こう斜め掛けにできるこの3つリボンがついたポシェット、これだけでね行きたいところではあるんですけど、やっぱりいろいろカチューシャを持ってったりお土産買ったりとかするので荷物が多いということで、まあいろいろとバッグを持っていくんですが、まあ、ディズニーに行く時とかも私荷物多くって、すごいなんかねいつもかさばってしまうんですけれども、なので今回はこちらのバッグも持っていきます。これもねクロミちゃんのコラボバッグになっているんですけど、これはね割と大きくて本当にね1泊2日も行けるんじゃないかレベルで、こっち側にチャックがついていたり、一応肩からもかけれて、これ斜め掛けにもなるのでこういう風にして肩からもかけれる、これ取り外しできるようになってるんですけれども、こちらと、あとはじゃーん、こちら肩からかけれる用のこうサブバッグ、これクロミちゃんがゴスロリを着ているクロミちゃんになってるんですけど、これに、ね、チャームをつけてみました。これも全部島村さんとのサンリオさんとのコラボです。はい、こちら、これはねもう肩からもかけれるし軽いし、この素材がねもうツルツル素材なので、あとねこっち側にもいろいろ入るんですよ。なのですっごく便利っていう感じなので、ちょっと持っていきたいと思います。ちょっと今クロミちゃんコーデなんですけど、ちょっとベレー帽に変えていきたいと思います。じゃーん、こちらのベレー帽、クロミちゃんのベレー帽です。ちょっとねこうベッチンのリボンの編み上げみたいになってるやつ、よいしょ、かぶりたいと思います。やっぱり冬はねベレー帽かぶりたくなりますよね。はい、こんな感じにしていきたいと思います。ピューロランド着いたらね、こういうカチューシャは絶対必須なんですけれども、電車の中からちょっとカチューシャする勇気はないので、これは持ち歩くということでバッグにしまいたいと思います。はい、ではまずはこの中、ちょっと私すごいぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけれども、このバッグの中に何が入っているかご紹介していきます。このバッグ実はねこっち側にもオープンポケットがついているので、なんかチケットとかすぐに取り出しやすいものはこっちに入れたりとかしてます。はい、で3つのリボンがついていて、さりげない感じのねコロンとしたバッグになっています。でこちら取り外しができるようになっていて、サイズ調整もできるようになったバッグです。で中がね今回クロミちゃんなので、中もクロミちゃんなの、めちゃくちゃ可愛いですよね、これ。本当に中開けて、まあ、さりげないクロミちゃんっていうので、すごいなんか
テンション上がるんですけど、オープンポケットことチャック付きポケットが付いています。だから中をね開いてもなんか、あ、幸せみたいな、推しがいるみたいな感じで持ち運びできると思います。で、私はこの中に今回入れているのが電気製品なんですけれども、 AirPods、耳聞くやつ と充電器は本当に2個ぐらい持っていかないと YouTube 編集とかをするので2個と、あとね、キャンディー、これ中国でよく売っているのど飴なんですけど、私これのレモングラスミントキャンディーが大好きで、中国に行くとよく買うんですけど、これを持ち歩いてます。はい、っていうのと、あとね、もちろんスマホ、じゃーん、今回もスマホフォルダー作りまして、これクロミちゃんのスマホフォルダーになっております。じゃーん、見えるかな、可愛いですよね。こうハートになっていて、ここにクロミちゃん、ゴスロリのクロミちゃんがいるんですけど、取り外しもね、もちろん可能なので、こう斜め掛けにこういう風にして持ち歩くんですけど、スッとね、写真撮ったりとか、こう写真撮ったり、斜め掛けにしといても、これもね、サイズ調整ができる。あとね、これ、すごいのが、前もね、サンリオさんじゃない時に発売させていただいたんですけど、リボンがね、これ取り外しできるようになっていたりするので、今回のは、こう、リボンがこうやってついてて、こういう風にね、さりげないリボン。しかもね、このリボンがすごい、グログランリボンとサテンリボンのこう交互になったリボンになってて、すごいおしゃれなんですけど、これ別のバッグにつけることももちろんできるので、取ってね、こういうこっちのバッグにつけていただいても可愛いんじゃないかなと思います。はい。でもテーマパークに行くときは結構私スマホで撮影、自分撮ったりもするんですけど、こう推し活みたいな感じで撮ったりするので、やっぱ携帯どこだろうってバッグ3つぐらい持っていくので、携帯絶対どこに入れたか忘れちゃうんですよ、バッグの中。荷物多い民なので。なので、もう携帯はこういう風にぶら下げて、すぐにこうスッと撮れるようにしております。はい。では、サブバッグ的な、どっちがサブバッグでメインバッグかももはやわからないんですけど、はい、こちらのバッグの中身、これもね、クロミちゃんなんですよ。このチャーム、これ取り外しができるんですけれども、クロミっていう名前が入っていて、黒いハートになってるんですけれども、これはね、結構大容量、本当に1個で持ち歩けるんですけど、肩からもね、かけれるサイズ感になっております。で、一応斜め掛けにもできるので、こちらね、取り外していただいても大丈夫です。サイズ調整も可能になっています。この中にね、何が入っているかというと、もうカチューシャ祭りですね。ピューロランドのこちら、マイメロちゃん。マイメロちゃんが結構多いかな。これちょっとこう、姫っぽくなっているマイメロちゃんのカチューシャだったら、あとキティちゃん。いろんなところでちょっとカチューシャを付け替えようと思って、これはもう普通のやつだったりとか、あとは麦茶を持ってってます。はい、とじゃん、これね、何かと言いますとですね、実はエコバッグになっておりまして、これね、本当2ウェイ、3ウェイみたいな感じで使えるんですけど、これがね、ついてるんですよ。だから、これ単体でも、化粧ポーチとか、いろいろと入れられるやつになっていて、で、中に入っているのが、じゃーん。もうめちゃくちゃ入るし、めっちゃ使える、こちらのエコバッグ的なバッグになっております。もちろん、クロミちゃんです。ゴスロリを着たクロミちゃんで、肩からもかけれて、チャックがついているので、旅行の時とかお土産買ったりすると思うんですけど、そういう時でもかなりの大容量。めっちゃ入ります。しかも持ち運びも、こういう風にコンパクトで軽いんですけれども、実はね、これこっち側にキャリーをかけられるようになってるんですよ。このハートのモチーフになってるんですけど。なので、お土産とか旅行先、もちろんテーマパークとかでもそうなんですけど、買って、で、ここにね、キャリーの上にこう、カシャッとかけることができるというアイテムになっております。
こっちから見てもね、まあ、キャリーにかけなくてもあ、リボンなんだ、かわいいって思うと思うんですけど、こっち側にクロミちゃんもいて、すごいめちゃくちゃ大容量で便利なバッグになっているので、旅行の時とか、もちろんテーマパークに行く時なんかに持っていただけると嬉しいなと思います。でね、私は、まあ、これ、こっちとこっち2つついていて、この中にね、まあ、入れれるんですけど、あの、パスポートとかね、海外行く時とか、パスポートとかボールペン、書類書いたりするので、とかを入れたりとかするポーチにしてもいいんじゃないかなと思いながら、今回作りました。はい。サブバッグ。そして、タオル、ハンカチ。じゃーん、かわいすぎません？もうこのね、ゴスロリクロミちゃんマジでかわいいと思って、はい、こちらですね。ハンカチはね、大事ですから、手を洗った時にクロミちゃんでもちろん拭くよみたいな感じでございます。と、あとはお財布です。じゃーん、これもクロミちゃんのお財布。ちょっとね、ここにクロミって書いてあって、クロミちゃんのこう骸骨のリボンなってるんですけど、これね、中の生地がクロミちゃんなんですよ。だからこの、見えるかな、ここがクロミちゃんになっております。可愛いですよね。だから小銭を開いたところにもクロミちゃんがいてみたいな感じになっているお財布と、あとね、これはね、私すごい今回こだわって作ったんで、こういう風にね、バッグとかにね、つけていただきやすい、こうちょっとチャームっぽくもしたんですけれども、この中には本当にクレジットカードとかスイカとか入れてもらってもいいんですけど、中がこんな感じ、ガバッと開く、一応コインケースにはなっているんですけど、まあ、コインね、最近そんなに実は使わなかったりするじゃないですか。だから本当に鍵とクレジットカードとみたいな感じで入れていただいてもいいし、それこそね、携帯の充電器とかもね、実は入るので、携帯の充電器、これも物によってかな、ちょっとこんな感じで入れてもらって、ここにバッグとかにかけてもらえると、まあ、なんかクロミちゃん感も出つつ、中も可愛いのでおすすめです。はい。で、こちらのバッグの中も、じゃーん、すごくない？これ、やばいですよね。これまあ大きいのでね、あのオープンポケットが2つついていて、こっち側にチャック付きポケットもついています。で、中がガンとクロミちゃんで、もちろん底ビョもついているので、かなり高見えするバッグです。で、こっち側にね、あのポケット、この中もね、実はクロミちゃんなの。やばくないですか？だからちょっとこう物を取り出す時もクロミちゃんみたいな感じで、まあ、これもね、一見普通のバッグに見えるんですけれども、まあ、さりげなく中がクロミちゃんというところで、すごく可愛いポイントかなと思います。一見仕事でもね、使えそうな雰囲気もあるので、ぜひね、お仕事でももちろんプライベートでも使っていただきたいバッグになっております。じゃーん、こちらです。もうこちらかなり使いやすい肩掛けバッグになっています。もうツルツル素材で軽いので、サブバッグとして使っていただいてももちろんいいですし、あのメインでね、使っていただいてもいいかなと思うんですけど、まずね、こちらリボンになってるデザインで、で、クロミちゃんがいます。で、こっち側はオープンポケット、こう磁石ついてるんですけど、オープンのポケットがあるので、こっちになんかね、いろいろうちわとか入れていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、私はこのクロミちゃんのチャームをね、つけてみました。こんな感じでね、自分でこうカスタムしても、クロミちゃんのね、ぬいぐるみバッジとかつけても可愛いんじゃないかなと思います。で、肩からもしっかりかけれる大きさになっているんですけれども、中が、これもね、中、チャック付きポケットが1個とオープンポケットが2つついていて、仕分けしやすいようになってます。こういうね、ちょっと、深めのものってどこに何があるかわからなくなっちゃうと思うんですけれども、これはしっかりと仕分けができるようになってます。で、中に何が入ってるかというと、こちらもクロミちゃんのカチューシャだったり、あと今回ね、発売されるベレー帽を入れてみました。これね、クロミちゃんのベレー帽、これね、こっち側はちょっと斜めな感じという、アミアミっていう感じなんですけれども、中も可愛いの、本当に可愛くて、で、こっちにクロミちゃんの刺繍がしてあるのと、
はい、こちらはマイメロちゃんになっています。マイメロちゃんもここに刺繍と、あとここにねプリントというかがあって、こっち側はあのリボンがついていて、後ろから見ても可愛いデザインと、あともちろんピンク、なんかマイメロちゃんはピンクのイメージなので、こちらもこっち側がもう可愛いロリータを着た、アマロリを着たマイメロちゃんです。でこっち側にリボンがついていて、ここにもね刺繍が入っている。まあ私も今つけているこちらのベレー帽もそうなんですけれども、一応ね刺繍が入ってるんですけど、黒は黒なのでちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、こんな感じでね黒いお洋服と合わせていただくとより可愛いんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで私の今回バッグの中身紹介いかがだったでしょうか。結構クロミちゃん祭りな感じで、私黒のミサコ新鮮じゃないですか。ワンピースもね黒可愛いですよね。このエンブレムもすっごい可愛い、ちょっと学生風な感じになっているんですけれども、よかったら参考にしてみてください。それではバイバーイ。